平野紫仕様、魅力の裏に隠された、自童の良さ。王様のブランチで明らかになった、平野紫仕様の魅力とは ?12 月3日に TBS 系列で放送された、王様のブランチにおいて、平野紫仕様が放送中のドラマ、クロサギの番宣で VTR 出演し、そのトークが話題を読んでいます。 特に、三浦智和と黒島ケツナとのやりとりが視聴者の笑いを誘い、平野の地頭の良さがクローズアップされました。平野仕様の名前にまつわるエピソード。三浦智和が平野を紹介する際、この人、すごいんですよ、と前置きした後、平野の名前の、仕様に関して面白いエピソードが明かされました。三浦は、小なの仕様なのどっち と質問し平野は僕もわからないんですよと返答。その控えめでユニークな一面がスタジオを和ませました。クロサギでの活躍と共演者からの絶賛。番組では平野が出演しているドラマ、クロサギにおける活躍も話題になりました。特に平野が第四話で演じた釣り堀りのシーンでのエピソードが挙げられました。 餌をつけずに釣り竿を垂らすだけで大きな鯉を釣り上げた平野に対し共演者たちは驚きと賞賛の言葉を送りました。三浦智和は本番で NG 出したところを見たことない気がします。テストとかドライ、リハーサルでは名前を呼び間違えたりとかあるんですけど、すごいな、こんなに忙しいのに、と思って、と絶賛。黒島ケツナも自童がいいんですよ。 と、その演技力と頭の良さを称賛しました。魚釣りエピソードから見える独自の感性。平野自身も釣り堀りのエピソードに関してユニークなコメントを残しました。番組レポーターから、恋も平野さんに会いたかったんですよ、と言われると、平野は即座に、ひれに小さなうちは、 ジャニーズファンがコンサートの時などに振る、死の名前が書いてあるうちわのこと、持ってました、と答え、スタジオを笑いの渦に巻き込みました。このコメントに対し、ネット上では、自童がいい、と三浦智和を褒める声が相次いでいます。また、餌をつけずに釣れた鯉がヒレにうちわを持っていた、という即座の返答には、 平野の瞬発力や表現力、独自の感性に対する賞賛の声も多く寄せられています。ネット上の反応とファンからの支持この番組を通じて明らかになった平野の魅力に対し、ネット上では熱い議論が巻き起こっています。三浦智和の、自童がいいというコメントに共感する声が多く見受けられ、平野の多彩さと努力がファンに認められています。 一方で、餌をつけずに釣れた鯉がヒレにうちわを持っていたという即座の返答に対しては、平野の独自の発想力やユニークなセンスに賞賛の声が相次いでいます。ジャニーズアイドルとしての活動だけでなく、トーク力やバラエティでの存在感も光る平野に対する期待が高まっています。ジャニーズ事務所を超えた新たな可能性。これだけの逸材を抱えているにもかかわらず、 平野が所属するジャニーズ事務所に対する批判的な意見も一部で見受けられます。ファンたちは平野の個性や自童の良さがより多くの場面で発揮されるべきだとの期待を寄せており、それが事務所に対する要望となっています。もしも平野がジャニーズを辞め、本名の平野仕様が使用できなくなった場合、ネット上では自童の良さで読み方を平野仕様。 2回目といった提案がなされファンたちの興味を引いています。これにより平野が新たな舞台で活躍する可能性についての期待も広がっています。平野市用、魅力の裏に秘めた自童の良さ。平野市用のトーク力や演技力、そして独自の感性に光が当たった王様のブランチ。三浦智和と黒島ケツナからの絶賛のコメントや、 釣りぼりのエピソードを通じて見えた平野の地頭の良さはファンたちに新たな興奮を与えています。ジャニーズアイドルとしてだけでなくバラエティ番組やドラマなど様々な分野でその才能を発揮する平野仕様。今後の彼の活躍からはますます目が離せません。一方でファンたちがジャニーズ事務所に対して抱く期待や要望も 平野の新たな可能性を模索する鍵となりそうです。